わぜ。はい、ごどうぞ。ああ、ありがとうございます。あ、これこれ、クーポン使える。クーポン、うん、これ、はい、これなんやけど、これね、先月の末までのクーポンなんです。え、はい、いや、どこに書いてますの？いやいや、あのね、これこれスクリーンショットなんですけど、ちゃんとした画面には一番下に書いてたんですよ。わかりにくいわ、そんな文字もちっちゃいしよ。ちょっと今月使えないやつ。いや、もうそう、どうやかならへんか。いや、ちょっとそれは一遍ちょっと聞いて、上の人に。いや、もうクーポンせっかくこんなんやっとんのによ。いや、全然。分かりにくいって、こんな文字ちっちゃいのに期限とかよ。分かりやすくしてもらわないと。分かりやすくしてもらわないあのさぁ、なんぼのもんなんこれ。ねえ、これなんぼこれ、これの 10% オフのクーポンやで、それ。ねえ、150円や。うん。これほんな150円あげますわ。ねえ、150円やから、クーポン。あげますから、そっと書いてください。お互いのためにウィンウィンですわ。僕この150円のために聞きに行くめんどくさいんで。ねえ、お掛けにしてくださいね。お客さんと150円で用切れてこなかったんですよね。おかしい人やん。ねえ、お宅おかしい人やん。おかしい人や。さあ行こうか。すみません、ごちそうさん。ありがとうございます。カド、はい、大丈夫です。ほな、これちょっと、カドお預かりしますね。ちょっとこのカードが使えないみたいですね。いやいや、使えるはずやね。もう一回ちょっと確認してよ。ちゃんと刺した？こっち側ではね、カードが分からない。いやいや、そんなことないで。刺したらなかったら付き合わせてよ。あ、はい、やっとる。カード会社さんの方に問い合わせした方がいい。いやいや、現金。いや、そんなこと現金ないで。現金はないへんぞ。あのさ、後輩さんの前やから気使ってましたけど、これか止まってまーす。ねえ、恥ずかしい。そんなの、ただの紙切れですわ。お金払ってください。僕ら気づいてますね。こんなシーンにされてるだけ。お金払ってください。はい、ありがとうございます。なんぼ？5200円になります。5200円だ。はい、はい、はい、あと領収書。領収書、はい、ありがとうございます。はい、じゃあすいません、こちら領収書になります。おい、投げんなよ、おい。お前がな。お会計こちらでーす。どうぞどうぞ。山本さん飲んだぜ。これなんぼよ。4800円ね。で、数えるからな。1枚、2枚、3枚、4枚。ちょっと酔っ払って弱い。4800円になります。5万あるから、兄ちゃん考えて200円お釣りやわ。あのさぁ、きしょいね、きしょいきしょい。誰がそんなツバつけ回った札渡してくんねん、きしょくわり。なぁ、おたくなんかメジャーリーガーのピッチャーかなんかですか、これ。なぁ、今からフォークボールでも投げようとしたんかいな。いや、そのフォークボールやって、これ札フォークみたいに落ちてまうやないか。うるさいねん。これで560円のお返しです。お前もとかいらいないやん。俺いらんっていつももらってんの。なんでやお前、いらいないやん。カットつけてええやん。もうよくやるカットつけて。おい、ここは俺でええやん。お前いつもそうでしょ。次お前いつもしたら次お前うるさいって俺が。ただ俺はもういいよ。いいって言ってるでよ。これはええの、ほんまに。いや、俺は負けない。どうしましょう、どうしましょう。いや、負けない。それだったらじゃいけんしょ。あー、そう、じゃいけん。最初はグー、じゃいけん、ほい。アイマイショイ、アイマイショイ、お前パーハウ買えない。あのさぁ、料理詰まってんの。これ何の時間なの、これ。ええ大人が500円ごとにお釣りではしゃぐなや。なぁ、余ってたらもうとくから。申し訳ない。それはちゃいますやん。正気でした。